シーザーはシュートボクシングの命運をかけ、マーシャルアーツとの異種格闘技戦を決意する。相手は世界チャンピオンのジェームス・バシム。負ければ消滅の危機すら噂されたシュートボクシング初の大一番で、シーザーは無類の勝負強さを発揮する。この試合から歴史は始まった。
One.